ここアルレマンシアは魔法の都市よ。そしてここを支えているのがコア、我々ハイエルフの誇り。そう、コアは文明すべてを司る。それだけにコアを狙う輩も少なくないわ。中でも厄介なのがトゥルサの軍団。今までの敵とは明らかに違う。先ほどアルレマシア北部エセニア要塞に設置された対アルゴン用大型魔法防壁が襲撃されたという情報が入った。迂闊だったわ。十分考えられる事態だったのに。ご覧の通り、すでに若者たちはアルゴン戦線に派遣されてしまって戦力が足りない状況なの。あなたに要請したのもそういうわけなの。あなたの力、我々に貸してもらえないかしら。これから話すことは上層部でも限られた者しか知らない極秘情報よ。知っての通り、アルレマンシアはコアの強大な魔力で動いている都市。つまりコアがアルレマンシアそのものだと言えるわね。コア自体は巨大な魔法装置なんだけど、それは一人の魔導士によって制御されている。その名はセリオン。神々の戦争を生き抜いた彼は灰と化した生命の花からコアを作り出し、それを制御するために自らの体を犠牲にしたの。そのセリオンの消息が突然途絶えてしまったの。もし悪の手に渡ってしまったら、その巨大な力を利用されかねないわ。この危機を乗り越えるためにはあなたの力が必要なの。アルゴンとの激戦の中で私たちは出会った。彼は何者にも囚われない若く優れた戦士。当時私はアルレマンシア遠征隊の指揮を執っていたわ。私たちは激戦を乗り越えるたびに互いの力を認め合うようになった。でも正直驚いたわ。突然カイアトールの特使として来た時は、何を聞いても彼はただ静かに笑っていたわ。これはその時もらったペンダント。彼の命ある限り輝き続けると。そしてこのペンダントはまだ光を失っていない。私は長老会の許可なくここを離れることはできない。お願い、彼を探して。